えずね考えて答えを出していく、まあ、正解に近づけていくってことは生きていくためには必要なんですね。はい、おはようございます。朝やメンタルクリニックの院長増田祐介です。本日はなぜ精神科医は答えを出せないのか、質問を受けても答えを言うことができないのかについて解説してみようと思います。よくですね、まあ、質問とかを、してもらってですね、いろんなことをね患者さんから聞いたりとかするときに答え出せないことっていっぱいあるんですよね。それは僕はちょっと分からないですとか、お答えできないですとか、ちょっと情報が足りないので言いにくいですとか、いう形でしか答えができなくてですね、もやもやさせちゃうことって多いと思いますね。僕の YouTube とかいろいろ見てるとですね、マスは全然しっかり教えてくれないとか、何が言いたいかわからないとか、もやもやしますとか言われるんですけど、まあでもね、実際答えてないんですよ。こうしたらいいとか、こういうふうに考えたらいいとか、そういうのって出せないんですね。それはなぜかっていうことをですね、まあ今日、お話ししようかなと思います。で、こういう話をするとですね、よく言われるのは、いや、世の中には正解ってないよね、とか言われるんですね。正解って人それぞれとかないよね、とか言うんですけど、それもね、違うんですよ。正解はあるんですよ。あることも多いんですね。例えば僕が住みたい家は何ですかって言った時に、条件をしっかり入れていけばですね、住みたい家って出てくるんですよね。家賃これぐらいで、駅からこれぐらいの距離で、スーパーは近くて、でね、自分のね職場まではこれぐらいの距離って、データを入れていけば出てくるじゃないですか、候補が。それと同じで、その人その人に合った条件をきちんと入れてあげればですね、基本的には答えというか正解っていうのは出てきますね。だから正解ってないとか言うんじゃなくてあるんですよ。でも限りなく近い正解っていうのは意外と人生にはあったりして、絶えずね、考えて答えを出していく、まあ、正解に近づけていくってことは、生きていくためには必要なんですね。だから、いや、正解なんかないんだと、で手放しちゃったらもうそこで終わりで、終わりというか、まあ良くないことが起きちゃうということですね。だから答えはある、だけどその情報が少ないし、条件がを聞いてないので、正解を出してあげることができないということです。で、そもそもね、冷静に考えてみれば、正解が本能とか単純なアルゴリズムでは出せないから、人間には理性っていうか意識があるんですよね。だから脳みそを見ていくとですね、人間っていうのは他の動物よりもはるかに繁栄してますよね。いやいや、マスだね、そうは言うけれど、昆虫の方が数は多いよとか、なんか言うかもしれないですけど、いや、まあそうかもしれないけれども、まあ、そこはね、厳密に考えないでほしいんですけど、まあ人間は繁栄してますよ。どう考えたって。どんどん増えてってますしね。じゃあ、なんで人間は繁栄してるかっていうと、他の動物にはない、まあ理性があるからですね。いうことです。だから理性で考えていく、理性で正解を出せてるから、人間は繁栄してるということですね。だから、こう、簡単なアルゴリズムとか、正解があるものであればですね、それは本能に組み込まれたりするわけですよ。本能に組み込むことができるんですけれど、だけど本能に組み込むことができない複雑な問題を答えるために理性があるということなんですね。はい。なんか、どういうふうにいつも説明すればいいのかなと思って考えてたんですけど、まあ、こういうことなんじゃないかなと思って、持ってきました。で、もうちょっと脳の話をするとですね、脳をこう横から、ここですね、ここでばっくり切るとですね、こういうふうに3層に分かれてるんですね。で、新皮質、大脳辺縁系、脳幹っていう3つに分けれるんですよ。で、脳幹プラスアルファは、爬虫類とかで、からある、その本能に司る部位なんですね。で、そこがあって、で、大脳辺縁系っていうのは、ここの周りにある層はですね、情動に司る関係で、哺乳類で発達したものだと言われています。で、最後の外側にあるって、でかくなったのが、まあ、新皮質と呼ばれているもので、人間が発達しているものなんですね。なるほどと。
だから脳はこうぐぐぐっと発展してでかくなって進化していくだけで大きくなっていったんですけれど、外側にあるものはまあ人間的だし、内側にあるものは爬虫類的だということですね。で、答えがもし簡単にあるとすれば、ここやここら辺でですね、もう組み込まれてるっていうことですね、アルゴリズムとして。本能レベルで組み込まれてる。本能だけで解決できないんであれば、情動とかですね、痛み、快不快だけの単純な反応で、人間というかね、生物をコントロールしてやればうまくいくわけですよね。だけどそうじゃないと。理性でコントロールしなきゃいけないということですね。はい。だから人間ってそういうふうに進化したんだよというふうに、まあ言われていますと。と言いつつですね、また話変わるんですけど、あと言いつつ、脳ってね、これは古典的な理解で、そんな風に分かれてないんですよ。だから、脳幹は大脳辺縁系で、コントロールして、大脳辺縁系を含めて神秘質、理性がコントロールしてるっていう、まあ、のは昔の科学者が考えたことで、今はですね、脳っていうのはネットワーク系なので、この脳幹だからこういう機能、大脳辺縁系だからこういう機能、神秘質だからこういう機能っていうわけじゃなくて、全部またがってですね、リアルタイムに動きながら、活発にですね、情報交換をしながら働いているので、まあ、ここだから特定の機能っていうふうには考えられていないんですけれど、まあでも、まあ、昔はこういうふうに考えられてたってことですね。で、いや、じゃあ何の話やって感じしますよね。なんか、マスダ何の話やって気がしますけど、結局ですね、じゃあいざ臨床になってみるとですね、これって結構重要なイメージで、なんですね。で、よく患者さんは調子が悪いんです。じゃあどうにかしてくださいとか、元気やる気が出ないのはどうしたらいいですかとか言われるんですけれども、ある種のものについてはですね、うつとかそういうものについてはある程度薬でですね、調整ができるんだけれども、やはり理性のレベルでですね、コントロールしてあげなきゃいけないことっていっぱいありますね。だから、良くなってきたらですね、こう本能とか感情をですね、理性や意識の力を持ってコントロールしてあげる、抑えてあげるってことも時には必要なんですね。だからもう昔のですね、19世紀とか18世紀の人、もしくはもうちょっと前の人、デカルトの時代みたいな形でですね、本能とか感情を抑える抑えてあげる、抑えるような意識とか理性の強さも時には求められますね。で、理性や意識の力を強めていく、そして強めていく中で習慣化していけばですね、無意識でできますよとか、だから習慣って大事なんですよっていうですね、まあ、こんなのね、医者が言う話じゃないし、全然こう、科学的な話ではないんだけれども、でもまあ、こういうイメージですね。脳科学的にはなんか否定されてるんだけれども、まあ、ただ、臨床的には有効なイメージなんですよね。うん。っていうのは結構重要なので、まあ、言ってます。はい、言ってます。だからなぜ精神答えが出ないかっていうと、人間っていうのはやっぱり、こう、答えが出ないもの、アルゴリズムには、還元できないものを理性の力を持って正解に近づけていくからで、理性っていうのは重要で、理性の力を持って習慣化していくってこともとても重要だったりしますね。はい。で、まあ、それはまあね、ね、自我、超自我、リビドーみたいな形で、まあ、精神分析のね、考え方も同じようなものっちゃ同じようなもんだし、そんな感じかなと思ったりしますね。なんか、歯切れ悪いですね。すいません。歯切れ悪いですけれど。そんな感じです。で、あとですね、まあ、この幻覚剤って何かっていうとですね、まあ、理性に訴えるしかないと言いつつですね、理性以外のアプローチっていうのはやっぱありますね。薬のアプローチもそうだけれども、大麻とか幻覚剤ですね。そういうドラッグの力を使って治療していこうっていう流れもですね、精神医学の中では、まあ、なくはないですね。で、幻覚剤ですね、LSD とかマジックマッシュルームみたいなものって、その、トリップみたいなことが起きるので、そうすると、こう、なんか俯瞰的にものを見る体験ができるみたいですね。で、そういう体験を、して、それを、まあ、治療者とかとですね、話し合うことで、今まで見ていた概念を、
ちょっとね、離れて見ることができる。柔軟な考え方ができるようになる。だから、幻覚剤も使いようだよ、みたいな言い方をすることもありますがね、あります。ただですね、今の日本の医療ではそれは認められてませんので、まあ、結局はやっぱり理性に訴えていくしかないってことですね。なので、なんていうのかな、僕もなんかうまく説明できてる気がしませんけど、とにかく今調子悪いなとかどうしたらいいのかなと思いつつも、こう頑張って考えていくってことはとても重要ですね。で、考えたものをできるだけ習慣力に落とし込んでいくっていう努力はやっぱり精神科といえどもですね、まあ重要だったりします。はい、ということで今回はなぜ答えが出ないのかということをテーマにですね、今僕が思っていることを、話してみました。では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。